トラックフェスタ2018になるものがやってて。ああ,ああ、ちょっとな、うん。トラック、トラックのなんかいろいろ紹介したり、だから交通安全とかを広めるためにとか。あ,あ,あ,あ、そっちなのね。そう。つったら、トラック運転手体験みたいななんか、ほ<う>ちっちゃいおもちゃのさ、 トラックみたいなのがあって、このに、これこれ、こういう荷物を取ってきてください。はいはいお菓子、缶詰セット、ガム何枚、みたいな。指令をまずシミュレーションで。みたいな。そうすると、よくできました、みたいななんか、印もらえてさ。で、最後その印またこう、受付持っていくと、お菓子もらえます。ああ、なるほどね。で、もそれ、キャッケが楽しそうにさ、やって、で、お菓子とか持ってったら、それもなんかお菓子もなんかすごい、 れるんなんか、いつも、あの、応援してますよ。みたいなさ。なんか、他の人がどんだけもらってたか見てないけどさ、結構、なんか、多めにくれるとすごいね。いやいや、いい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 んすかねいや、あの、これ、はい、みたいな。いやいや、大丈夫そんな。うん。いやいやいや。 うえすみません。すごいね。いや、そう、ありがとうございます。来ないと重いねえな。ね、ありがとうございます。って。で、次、じゃどこ行こうか、つったら、大きい、こうなんかトラックを模した、ははいい。え、空気入れて膨らむようなさ、で、子供たち中入れて、ぴょんぴょんジャンプできるみたいなおもちゃ。ちょっと。おもちゃっていうか、このなんか、トランプっぽいみたいなさ、でっかいやつね。があったから、それ並んでたらさ、もう、前にいたお客さんがさ、 どうぞどうぞ、みたいな。先行ってください、みたいな。おい、何そんな、あの、いいですよ、ほら。澤部さん。お願います。先行ってください、みたいな。英雄。いや英雄。トラックフェスタ主催者の息子。ならわかるけどさ。いや、ちょっとこれ、おかしい。なんかまあ、良くないな、こんな施しを受けるのはね。そうよ。そう。でも、良くないなと思いつつも、もちろんそうやってやっていただいてさ、嬉しいというかさ、ありがたいなと思ってる自分もいると。 で、またちょっと休憩してる時に。かき氷のやったい。かき氷食べたい。っつったから、子供が。じゃあ行こう、使いに行った。したらまたそこのご主人なんか、おじさんが。ああ、もう、サムさんみたいな。好きなのを、好きなだけ持ってってよ、みたいな。すごくないすごいな。好きなの好きなだけもいいよ、いよ。何個でもみたいな。すごいな。すごいなと思って俺も。さすがにこれはダメだと。そんな、子供欲は受けられませんよ。でも、 ちょっともらっちゃおうかなっていう悪のサーベ部もいる。あ,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 あ、どうしようどうしよう。あ,あ,あ,あ、じゃあ、もうもらっちゃおうかな。あ,あ,あ,あかき氷、いちご、三つ。うわ、すごいね。って言おうと、ああ思ったぐらいですごい後ろから視線を感じさ、ああああパって見たら、ああピーポくんが。<laughs> ボ君がやべえピーボ君がちょっと離れたところからガン見危なかったマークマークされてマークされたよ危うく捕まるとかしてマークされてんじゃんやべえわーっつってお金を払ってさかき氷もらって逃げてきたりか危ねえよお前危なかったよそういうの見てから見てるからやっぱビールとんなゴシっと乗るとした 試さそのフェスごと試されてた <laughs> のかな